は、シエルです。今日は私のこのバッグの中身をお見せしていきたいと思います。今日は、オードリー・ヘップバーンの映画祭の取材に行ってきたので、お仕事のバッグの中身紹介という感じの動画を撮っていきたいと思います。このバッグはマイケル・コースのもので、ハワイで購入しました。4万5000円ぐらいだったかな。マイケル・コース日本で買うよりハワイで買う方が安いので、結構ハワイ行ってる時にバッグを買うことが多いです。で、これのホワイトと色違いでイエローも買って2色買いしたバッグです。私結構荷物多い女なんですけど、今日はそんなカバンの中を見ていきましょう。まず、じゃん。このハンカチはジル・スチュアートのハンカチで、先日お誕生日でもらいました。ちなみに今日着てるのもこれ、ジル・スチュアートの洋服です。はい、今日は取材だったのでカメラ、これはオリンパスペンのものです。お値段はね、8万円ぐらいだったかな。いつも海外ドラマとか映画のイベント行った時にカシャ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 ね、プレスチームとしてね、撮らせてもらうんですけど、結構今回も大手メディアのね、方とかも多かったので、みんなすごいさ、いいカメラで撮ってる中で、一人ちょっとなんかこのレベルのカメラで申し訳ないですって思いながら、はい、使ってます。これは白っていうところが気に入って買いました。はい、お財布です。はい、これはルリア 4C で買ったものですね。1万5000円ぐらいだったかな。いつも財布買うときにいろんなブランド見るんだけど、結局ここになるんだよね。すごい使いやすくて気に入ってます。サイズも結構コンパクトでお気に入りです、ね、色味もすごい好きなので。はい、こちらのメイクポーチ、これ実はお財布と一緒に買ってて、これもルリア 4C のものです。ね、これね、ブラックとピンクで悩んで、絶対汚すからブラックにしようと思ったんだけど、結局ピンクにして見事にもう汚れてるというね。どうもメイクポーチってすぐ汚れちゃうんだよね。これはケイトスペードの、カードケースと、あとこれ実はキーケースなんだけど、この中にね、私絆創膏とか、あと薬とか入れて持ち歩いてます。はい、これもね、実はお友達からプレゼントでもらったものです。はい、ちょっと今のところピンク率が高いですね。で、こちら名刺ケース、これは父からね、数年前誕生日でもらって、でそれからずっと使ってます。これはフルラの名刺ケースです。結構たっぷり入るので気に入ってます。はい、ピンク多い。糸のキーケースです。これはね、多分ね、もう10年ぐらい使ってると思う。これも両親からのプレゼントで、成人式だったかなに買ってもらった気がします。うん、やっぱりヴィトンは長持ちしますね。うん、キーケース買い替えるタイミングがわからないぐらいずっと使ってます。細くて書きやすいペン。今撮影 iPhone でやってるんでスマホ入ってないんですけど、スマホケースこんな感じです。ネットで買いました。 iPhone の XS を使ってます。で、スマホケースにはここにタリーズとスタバのカードが入ってます。アナスイの鏡です。サイズがいい。欠かせないのがスマホの充電器。手品やシールを勝手に貼られてしまって、私はおこです。おこで、スマホのコードと、で、あとはスマホのイヤホンです。結構 AirPods とか持ってる人も多いからさ、 AirPods にすればって言われるんだけど、私は逆にコードがないとなくしちゃいそうな気がするんだよね。だからずっともうこっちタイプをずっと使ってます。と、あとは私欠かせないのが手帳。前知り合いにね、もう今時紙の手帳なんてって言われたことあったんだけど、私どうしてもスケジュール帳はね、手書きがいいんですよ。書くことによってこう仕事してる感じゃないけど、こうスケジュールが埋まっていくことが嬉しいというか、それでそう、ずっともう長年このタイプの手帳です。これロフトとかに売ってるやつで、毎回このシリーズかちょっと違う、1個違うシリーズかみたいな感じで1200円ぐらいのものなんだけど、この薄さでこの形がめちゃくちゃ気に入ってて、もう長年このタイプのものしか使ってない。10年ぐらいそうじゃないかな。スケジュール帳、いつかはね、スマホとかさ、そういうのにスケジュールを入れていくのかもしれないけど、今のところまだ紙で書くタイプの女です。はい、ハンドクリームはニベア、あと、はい、スマホの三脚、はい、撮影の時に使うやつです。はい、あとトランプ、これはエッジプレイングカードなんだけど、あんまり普段ね、トランプ持ち歩かないんだけど、フラリッシュを練習するようになってからちょっと持ち歩くようになりました。あ、これはあれだね、お仕事の時にね、あまりにも可愛くて購入したオードリー・ヘプバーンのポストカードです。お部屋に飾りたいなと思って購入しました。なので、たまたま今日入っただけです。今回はちょっと取材だったのでカメラとか入ってたので、普段のプライベートの時は
カメラは持ち歩いてないかな。うん、あとマジックの仕事の時はもう逆に荷物多すぎてキャリーケースなので、手荷物はこういうカバンよりリュックを使うことが多いです。というわけで今日は私のバッグの中身紹介の動画でした。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。